ソマリランドの地図ソマリランドの行政区画は6州、または地域とその会区画である101の地区、県から成り立つ。また首都、ハルゲエサは行政区画を定めた法律とは別の独自の法律を持っている。ソマリランド政府によって名付けられた各州の名称及び宗教はソマリア政府が定義した名称及び宗教とは一部異なっている。ソマリランドは ソマリア内戦早々の1991年に地元氏族イサックが旧イギリス領ソマリランドのソマリアからの分離独立を宣言してできた国である。ただし実質的に独立したのはイサック氏族の居住地域のみであった。旧イギリス領ソマリランドの東部には別の氏族ダロットが住んでおり、そのさらに東部と合わせてダロット氏族の国プントランドとして1998年に ソマリアから分離独立した。プントランドとは国境をめぐって対立しており、ソマリーランドが主張する領土の一部をプントランドは実効支配している。また、紛争地域ではソマリーランド政府の統治が及ばず完全に自立している地区やソマリーランドとプントランドに両属している地区もある。現地住民によって独立国家が建国された事例も数件起きている。 独立宣言後のソマリランドは6つの州に分けられていた。2008年3月22日、ダヒル・ディアレ・カヒン大統領は、これを再編し12州に再分割すると発表した。2008年5月15日、さらに1つの州を追加すると発表した。この13番目の州は、ハウド州と名付けられた。2014年7月6日、アフメット・シランヨ大統領は、 廃止も州の新設を発表し、全部で14州となった。海区画の地区の新設も相次いだ。ただしカレン、シラン・ヨの両大統領が設置した州と一部の地区は議会が承認せず、2019年に可決された地方自治体法には、ソマリランドは6州に分割されると記述されている。2019年地方自治体法は、2020年1月4日より施行された。 ソマリランドの州2019年地方自治体法によると、ソマリランドは6つの州に分けられる。州の区域は、ソマリア時代ではなく、イギリス領ソマリランド及び、ソマリランド国時代の行政区画を元にしている。面積は、ソマリランドが主張する領土の値で、人口は、ソマリア時代の行政区画から算出した、推定値である。州の下には101の地区、または、 県が設置されている。各地区は人口、予算、経済規模に応じて A、B、C、D の4段階に格付けされている。最高は A 級。州都がある地区は必ず A 級になる。地区が最も多い州はトゲアー州で逆に最も少ないのはサヒル州である。表記は、ソマリ五番二千十九年地方自治体法に従った。括内は 英語の表記例。イギリス領ソマリランドの地区イギリス領ソマリランドの地方行政は主に1953年制定の地方自治体条例によって定められた。条例では1944年よりソマリランドを分割していた6つの地区に評議会を設置した。条例はソマリランド国として独立した後も引き続き使用された。 1960年7月1日のイタリア領、ソマリランドとの統合時には以下の6地区があった。評議会は同盟の都市に置かれた。この6区域は1991年の再独立後に設置された州に継承され、評議会が置かれた6都市を主婦とした6州制となっている。1969年のソマリアの行政区画1960年7月1日。 ソマリランド国は、イタリア領ソマリランドと合法し、改めて、ソマリア共和国として独立した。これ以降、旧イギリス領は、北部地域、首都モガリ州のある旧イタリア領は、南部地域と呼ばれる。1962年6月14日、旧イギリス領の6地区は2州に再編された。なお旧イタリア領を構成していた6地区はそのまま、州へ移行している。 続いて1963年8月14日の地方行政及び地方議会選挙法が制定され、地区評議会が設置された。1967年2月8日に州及び地区の組織を定めた法令では、州地区の二層構造が確立された。1969年10月21日、モハメド・シアド・バーレ少将による軍事クーデターが発生。 政権を奪取したバーレは、1972年6月8日の地方政府改革法で、州や地区といったあらゆる地方自治体を政府の直轄下に置き、1977年2月3日の法令で一党独裁の社会主義に基づいた地方支配体制を樹立した。また、バーレ政権は1982年までに全国の州を再編し、北部地域の2州は、 北部ガルベード州、トゲアー州、サナーグ州に分割された。1984年6月、北部ガルベード州からアウダル州が、ヌガール州からスール州が分離した。オガデン戦争では、当時の人口と同じ数の難民が北部地域に押し寄せ、統治機構は麻痺状態にあったという。 独立前の行政区画ソマリア時代の地区次の表は1991年1月にバーレ政権が崩壊する直前の北部地域のソマリアの行政区画である。ソマリーランドの独立は国際的に承認されておらず、ソマリアの一部として扱われているため、実態はないものの現在でも様々な機関で使用され続けている。北部地域は5州に分割されていた。 地区は資料によって数にばらつきが存在するため、ここでは国際連合人道問題調整事務所の資料に従い18地区とした。北部地域を制圧したソマリ国民運動は1991年5月24日に旧ソマリランド国の復活ソマリアからの独立宣言を行い、ソマリランド共和国が建国された。1993年の 内務省の構造及び州、地区を定めた法令によってソマリランド国時代から引き継いだ6州とソマリア時代の18地区及びソマリランド政府が設置した1地区の合計19地区に区分された。また、地区の格付けが行われるようになった。地区は独立後に23地区が大統領令によって作成されたが、地区の基準を満たしていないとしてほぼ全ての地区を 議会は承認しなかった。1993年までに議会で承認され、同法に記載されたのはバリグバドル地区のみであった。北部ガルベード州のベルベラ地区は大統領令によってサヒル州となり、1998年にトゲアー州からシェイク地区を編入した。これらの地区は2007年の地方自治体法改正によって準地区に分類され、承認されるまで、 州の直轄下に置かれるようになった。以下の区分は2002年に定められ、2007年に改正されたソマリランド法、地域及び地区の法律23によるものである。地区ランクによって地方議会の議員定数や議会の期間と頻度が定められている。ただし、一部の地区などは1991年制定法との整合性のために残されているだけであり、 実質的には別の地域として扱われることが多い。1993年までに議会で承認されなかった19地区は、準地区と呼ばれ、基準を満たし議会が承認するまで、州の直轄下に置かれた。各地区の構成都市のうち、太地の都市がその地区の行政中心都市である。各地域の一番上の地区の行政中心都市が、その地域の行政中心都市を兼ねる。 2002年の法律では、首都、ハルゲーサに、特別な法律を制定することが盛り込まれた。後に、首都法は、議会で承認され、2007年の改正より、北部ガルベード州は、マローディジェイハ州へ解消された。また2007年の改正で、マローディジェイハ州に、バーブダク地区が追加された。2008年3月以降は法律によらず、大統領令によって、州、 地区は追加されたが、2020年1月に2019年地方自治体法が施行されるまで同法は有効であった。2008年5月15日の行政区分2008年3月22日、下品大統領は6州と16地区の新設を発表し、12州57地区となる。同年5月15日には、ハウド州が追加され合計は13州81地区となった。 公認の知らニオ大統領は2014年7月6日に、廃止も州と関連する4地区の設置を決定し、14、週86地区となった。地区はこの後も新設が相次ぎ、総数は100を超えた。しかし新しい8つの州と一部の地区は議会によって承認されず、2020年1月4日の2019年地方自治大法。 思考によって六州101地区へ差し戻された。双方が主張する国境線を示した地図実践、ソマリランドが主張する国境破線、プントランドが主張する国境ソマリランドと東に位置する隣国のプントランドとは、スール州、サナーグ州、トゲア州東部の防法ドレ地区をめぐって対立している。論争となっている地域は SSC 地域と総称される。 なお、プントランドは2004年以降ソマリア政府に協力的で将来の統合に関しても賛同している一方で、ソマリランドはソマリアからの分離独立を望んでいるため一種のイデオロギーの対立とも考えられる。プントランドは1998年、ソマリ族の古代氏族の一つダロットが建国した国家である。プントランドはダロットの民族統一主義を掲げ、ダロットが多く住む。 SSC 地域の領有権を主張した。一方のソマリランドは歴史的にイギリス領ソマリランドに含まれていた地域として反対した。建国当初はお互い自国の種族の居住地域が実質的な領土となっており、例えばスール州は大部分がダロットだった。2003年にプントランド軍が SSC 地域に侵攻したことからソマリランド軍と戦闘となり、 本格的な紛争に発展した。それ以降散発的ではあるが各地で戦闘は起きており、国境線は何度か変化している。例えば2007年10月のラスアノドの戦いでは、プントランドが支配するスール州ラスアノドを2018年1月のトゥカレクの戦いでは同じく、プントランドが支配するスール州トゥカレクをソマリランドが攻撃し、それぞれ奪還している。 ツール州では、トゥカレクの戦い以降、非公式の停戦状態に入っている。仲介には、政府間開発機構とアフリカ連合ソマリアミッションが関与した。SSC 地域の統治方法は様々で、防法どれのように両国が強固に実行支配せず事実上現地住民による自治が行われている場所も存在する。また、現地住民同士の氏族、氏族間争いや、 国境紛争への不満から独立宣言を行うといった事例が起きている。そのため SSC 地域には明確な勢力図がなく、両国に属さない紛争地域として扱われることがある。余談だがサナーグ州とスール州には石油が眠っていると予測されており、実際にプントランドは死採掘を行った。2008年に ソマリア政府が制定した石油規制法では1991年以降、ソマリアで政府を自称した団体と署名した石油関連の協定はすべて無効とし、ソマリアの石油の権利は中央政府が持つとされた。しかし現状は守られておらずソマリランド・プントランドは勝手に採掘権を行使している。また、SSC 地域の石油は双方が自国領として主張し、 独自の石油採掘区を定めているため、区域の重複や採掘権問題に、現地の地方自治体や石油企業が頭を悩ませている。ソマリーランドはソマリアからの独立を目指しているため、ソマリア残留を望む一部住民によって自治、または独立宣言が行われることがある。またこれとは別に、前述の国境紛争に耐えかねた SSC 地域の住民によって行われていることも、ある。 宣言後ソマリーランド本国では当局によってすぐに鎮圧されたが、紛争地域の SSC 地域では数年間にわたって独立を維持したケースがある。以下はソマリーランドが主張する領土内に存在した独立国家の一覧である。なお内戦勃発後のソマリアではこういった独立国家が各地で誕生しており、ソマリーランドやプントランドは最たる例である。ありがとうございます。